僕のサポーターの方が残ってくれて、大丈夫スタジオ選手たちも僕の中に残ってくれて本当にありがとうございます。よシーズンの途中でチームを去ることになる自分にこんなにも大きな愛情を注いでくれること、こんなにリスペクトをしてくれること本当に本当に感謝します。柏レイソルでサッカーを続けることが厳しい状況になりました。こういう状況になってしまい、こういう決断をしなきゃいけないことに悲しい思いはあるんですが、新しい仲間が熊本で待ってます。熊本で僕が一番苦しかった時に声をかけてくれた熊本のために、柏で生かした経験を生かして頑張っていきたいと思います。この場所でこの日立ち合いで みんなで泣いたり笑ったり怒ったりいろんな感情をぶつけ合ってきたことを、このスタジアムでなきゃできなかったこと、このサポーターじゃなきゃできなかったことっていうのがたくさんあります。僕は柏レイソルのこともサポーターのことも本当に大好きです。ガジー！ガジー！でもみんなでやってきたことを自分の一番大切に保管する場所に保管して前に向かって頑張っていきます。サポーターのみんなもチームメイトのみんなもレースのことを頼みます。本当にありがとうございました。寄せ書きだな。
あれすごい9番なんだね。あれ欲しいな。